グリーンカレーとロティシーフードグリーンカレーグリーンカレーは日本でタイカレーと呼ばれるタイ料理。正確にはカレー料理ではなくタイ料理のケーンと呼ばれる多様な汁物の中で香辛料を効かせた料理を外国人向けに便宜上カレーとして故障している。タイ語でキアオは緑、ワーンは甘いで全体で文字通りには甘い緑の汁物を意味する。 他の多くのゲーンと同様に数多くの香辛料やハーブをすりつぶしたペーストを炒めてココナッツミルクやナンプラー、砂糖、具になる野菜、肉、エビや魚を加えて煮込んで作る。コリアンダーや木立唐辛子の一種プリックキールを未熟の青い時に収穫して加えるなど緑色のハーブ類を用いているため緑色となる。 未熟な唐辛子にも辛味はあるので、見た目が緑色でも辛味はしっかりとある。大国内の食品会社によって、既製品のペーストが、レトルト食品の形で商品化されており、海外にも輸出されており、大国外でもよく知られている。ありがとうございます。